どうも皆さん、キミ F です。 70fps2020 の、作品で遊んでみようということでアンガーフット、やってみたいと思います。まあ、こっちでもね、まあ、やってみるのが早いかと思いますが、まあ、こういう感じでね、どっかの、集合住宅にいてなんか人がいたりするんですが、まあとにかく蹴破ります。で、蹴ることがねメインのね FPS ですね。ゼイリブのポスターが貼ってありますけど、好きなんでしょうかね。で、とにかくこのね BGM に合わせて、ね、どんどん進んでいくのが面白くてね、とりあえずまずは ET で、蹴れるので、とにかく蹴って、あー基本的にね、一撃死ですね。後々銃が出てくるので、銃だったら2発ぐらいは耐えられると思うんですが、基本的には一撃死なので、油断しないように、ただそれは敵も一緒ということでね、いないですね。とにかく蹴破って、なんでしょうね、ギャングの抗争かなんかですかね。主人公もどう考えても、肩着の人間じゃないっぽいですからね。蹴破ったドアもそうなんですけど、割とこの蹴って吹っ飛ばした人に当たってもダメージを負ってるところがあるんでね、結構とにかくどんどん蹴っちゃっていいんじゃないかなっていう。で、次の回に行くと、レベルクリアということで、全員倒してますね。はい。で、このエリアからが本番ですね。銃が出てきます。ただ銃も、マガジンを持ち運んだりとかできないので、感覚的にはミラーズ位置に近いかな。一応レティクルも出てますけど、ほとんど至近距離じゃないとちゃんと当たらないですね。で、こう投げつけたりもできるんですが、結局これで投げて拾ってを繰り返さないと弾は、新たにはもらえないと。トイレもちゃんと見て、まあ、乱暴にですけど、で、この辺りから慎重な立ち回りが、要求されますね。慎重なんですけど、本当にもうこのギャングっぽく派手に、マニアックコップも好きなんですかね。これもなんか元ネタあるかな。まあ、投げつけても敵は一撃で倒れるんで、もう当たんないんですよね。よし、レベル2もクリアと。で、お、いい感じ。こういう時にこれ引っかかるんで壊しといた方がいいですね。ギャング打ち、ギャング打ちしてるからまあ当たらないんでしょうね。この、ね、扉にね引っかかって何度もねやられてるんだよね私。銃拾えたと思ったけど拾えてなかったか。くそ、
多分一番強いのがこの扉なんですよね。一応引いて、あー奥に2人いたか。やったかな、やってんな。全然当たらん。投げた方が当たるっていうね。こういうところ怖いんですよね。これもなんか元ネタありそうだな。こっちが階段か。誰もいないね。はい、でこっから完全に初見になりますね。スラム、スラム81、サム41じゃなくて。こういうの困るな。いるな。めっちゃいろいろ書いてある、細かい。危ない。あーくそ。なんか今あれだな、キッチンみたいなところもあったな。一応多分覚えながらどんどんあのスムーズにスピーディーにテンポよくいけるようにやるってゲームだと思うんですけど、これ俺が今投げたやつか。大丈夫か。あーくそ、普通に蹴っちゃえばよかったなよみたいなのは。こっち何もないんだっけ。あ、いたか。危なかったね。撃ち漏らすところだった。
危ない。もう一人いるな。大丈夫か。レベル4クリア。まだ先があるか。ちょっとこれはこういうことか。油断するなよってことか。油断しないでもやられたけど。もういない。大丈夫か。同じ部屋か。蹴りでいけるときは蹴りが多分一番強いんだよね。蹴ったドアが一番強いかな。はあ、あんたらも破片には困るのね。いないな。銃持ってなかったか今。二人だけ。ああ、くそ。椅子に救われたか今。ピストル投げるのヤクザ映画みたい。同じ部屋だよね。階段はあったが。お？なんだ？電話が鳴ってる。めっちゃ上がるけど。それでいいのか。はい、Thank you for playing ということで、いや、なかなか面白かったですね、これも。はい、とりあえず全員皆殺しにはできたということでね。はい、いや、楽しかった。ではここで
終了したいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。